ルが鳴る。あなたの部屋で8つまで数えて聞いた。寂しさは怖くないけど、会えないと忘れそうなの。もしもし、私誰だかわかる？子猫を膝に長電話したささやきに戻りたい。もっともっとあなたを、もっともっと知りたい。今何してるの？今どこにいるの？そして愛してる人は離れても心は君のそばにある、そう言ったでしょう。星空に会いに来てて、頼んでも風の音だけ。もしもし、まだ切らないで。受話器を耳に眠り込んでた少女へと戻りたい。もっともっと私を、もっともっと知ってね。今髪を洗い、今本を閉じて、そしてあなたの写真Thank you.